ジェレニスキー・クラクフのプランティ公園にある胸像、タデウシ・ジェレニスキーは、ポーランドの評論家、翻訳家。100を越すフランス文学作品をポーランド語に訳した、功績で、レジオンドヌール勲章・シュバリエ賞。婦人会でもあった。父は作曲家のブワディスワフ・ジェレンスキー。ワルシャワ生まれ。1892年からクラクフにある、ヤギエボ大学で、後パリで医学を治め。 医者家業で財を成した。第一次世界大戦では、オーストリア・ハンガリー帝国の衛生兵として、従軍、戦後ポーランドに帰国し、1922年ワルシャワに移る。以来、医業から離れ、分泌活動に専念。防衛の失明で、詩や評論を発表し、宗教に縛られない結婚や、女性の自由意志に基づく出産を歌って、カトリック道徳を批判。 ポーランドの青年層に大きな影響を与えた。中世から20世紀までのフランス文学をほとんど一人で翻訳紹介し、ポーランドでは翻訳のシェイクスピアの名で語られる。ローランの歌やビヨンの詩集、ラブレーラシーヌ、モリエール、ラファイエット夫人から、モンテーニュやデカルト、パスカル、ボルテール、ディドロといった哲学者や思想家、 19世紀のスタンダールやバルザック、20世紀のジットやプルーストに至るまで、時代も作風も異なる作品を100以上翻訳し、当時ドイツ文学の影響が色濃かったポーランドに、フランス文学という新風を吹き込んだ。第二次世界大戦勃発後は、ソ連占領下のリビウ大学で、普通文化主任を務めるなどしていたが、新興ドイツ軍に捕らえられ、収容所で没。 ありがとうございます。